皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回なんですが、過去にですねドラクエ11のグラでですね過去作をやりたいっていうねちょっと記事を見たことがあったんですよ。で皆さんもドラクエ11をクリアした時に最後の最後で、まあ、ドラクエ3のニャニャニャみたいな感じの方が出てくるじゃないですか。であのままドラクエ3やりたいなって思った方もうほぼ皆さんそうだと思うんですよ。ということで今回なんですが、ドラクエ11のあのグラフィックでやりたいですね過去リメイクをですね、ぜひ皆さんねコメントで教えてください。ね、僕はですね、僕の意見もそうなんですが、その記事のですねネットの反応を、語りながらですねこの動画撮っていきたいなと思います。それではですね早速やっていきたいなと思います。ということで、なんでねこの動画を撮ろうかなと思ったかというと、このテーマでね、で最近なんですが、僕のねチャンネル見てる方は分かると思いますが、ペルソナ3リロードというやつをやってるんです。今ね現在やってるんですが、そちらがですねリメイクということで、3回目かな、ちょっと分かんないんだけどリメイクなんだって。で僕あのペルソナ3やったことなくて、4と5やったことあるんですが、このねリメイクがえげつないんですよもうすごくて、でちょっとプレステ版の方のちょっと画像 あると思うんですけど、あったらちょっと出しておきますよ、こっち出しておきますよ。で今回どれぐらいのちょっと画像が多分ねプレステ2なのでちょっと荒いと思いますが、で今回のペルソナのリロードの3リロードの画像ちょっとここに貼っておきますが、やばいでしょこれすごいでしょ。これを見た時に、うわーやっぱり俺ドラクエ11のあのグラフィックで HD2D リメイクもちろんいいですよ、 2D のゲームの面白さっていうのはやっぱりドラクエとかファイナルファンタジーとか、やっぱこう日本のゲームというんですか、クロノトリガーもそうですけども素晴らしいじゃないですか。でそれはもう本当に僕も大好きなゲームだし、未だにね、ドラクエのオリジナル版のねドラクエ2とかやりたいなとか、僕生放送でやったことあるんですが、あれはあの味があると思っていいんですが、ドラクエ11のあのグラフィックで過去作って絶対やりたいじゃないですか。でなどこがリンクするかっていうと、ね、ペルソナ3のリロードも今やってるんですけど、30時間40時間とかやっても終わらないってことが判明して、なんとね90時間ぐらいかかるんですってね。なんか調べたら、ネタバレなくて調べてみたら、プロじゃなくてなんかどっかのなんかねファミ通だかなんかの記者さんかなんかが先行プレイやってて感想を言ってて、で90時間かかりましたみたいなこと言ってるんですよ。であのゲーム途中でなんかときめきメモリアル的な感じのなんか学園パートとかで、なんかあのね育てるペルソナ育てるいろんなものがちょっと混ざってて、で王道のまあストーリーなんだけど、なのですっごいね育成要素もあるからものすごい時間かかるんだけど、めちゃくちゃ面白いんだけど、で今やってるんですがなかなか終わらないということで、ドラクエ11もなんか90時間ぐらいあったじゃないですかクリアするの。なんかそこら辺がちょっとリンクしちゃって、あ、やっぱドラクエ11のあのグラフィックで過去作やりたいなと思ったということでですね、皆さんのね、ちょっとね、皆さんだったら何やりたいのかなっていうのをちょっと聞きたかったので、今回ね、ちょっと動画撮っているんですが、ということで、ですね、まずネットの反応ちょっと見ていきましょうかということで、まずこちらになります、ドドンということで、1のアクション、そうですね、1のアクションいいよね、あれ、オープンワールドってよく言うじゃないですか、もう一番元祖ではないんだけども、一番最初の、もうまあ最初から好きなとこ行けて、最後だけね、橋かかるとこ以外だったら一応全部行けるのかな。で、行ったら行った先は死ぬほど敵が強いという、あの緊張感、ドキドキ感っていうのが、やっぱりちょっとドラクエ1にしかない。ドラクエ2はまた船とかいろいろあるんだか、あるけど、やっぱいきなり敵が強くなるところってやっぱオープンワールドの面白さの一つだと思うんだよね。でオクトパストラベラーとかもオープンワールドゲームじゃないんだけど、いきなり隣の駅エリア行ったら敵がすごく強かったみたいなのがあれがウケたと思うじゃないですか。なのでオープンワールドのね面白さってちょっとそういうとこ、ジャキンもそうだけど敵がいきなり強くなったりするところがあったりしたので、まあ、そういうのもそうなんだけど、やっぱりね、1のアクション、しかもこれアクションって言っているんで、アクションゲームで1、まあちょっとそれもリメイクならありなのかなと。そして4がですねイベント的にベストやということで、まあ、11に近くなるのかなって思いますけども、あのなんか流れ的な感じがそうなんですが、まあね、いいね、正立てなのでここら辺もちょっといいのかなと。そしてですね4がですね11に一番近いけれども、リメイクしたらまた11みたいなのに なのかなってなりそうっていうのを僕も今ちょっと言ったんですが、まあ、ちょっとなりそうなんですけども、これは大丈夫です、安心してください。はい、シンシア、復活エンドを入れましょう入れましょう、まあまあ多分ないかな。これはねドラケモンスターズ3が出たじゃないですか、
あれ紳士は別にね、あんなことならなくてもいや復活させろよとかいろんな声あったと思うんですけども、まあちょっとねあれはまあちょっと仕方ないのかもしれませんが、とにかくですね、まあ4が多分、僕も4が一番こうなんかこう流れ的には、まあそんなこと言ったら4、5、6も全部いけると思うんですけど、4が一番、あーちょっとね面白い、いいね、そうですね、ドラケイ11に近いね、あの仲間がどん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 出会っていって最後に出会うとかまた見つけるとか出会うっていうのが、あ11なんに近いのかな。もともとドラケイ11が集大成ということで、いろんな作品のね過去作のいいとこどこ取りみたいなところがあるので、そう考えたら4と11ってちょっと似てんのかな、6とかもっとストーリー深掘りできるやろということで、そうですよね、ミレイユとかのね、何やってたんだ事件じゃないわ、結構言われるじゃないですか、何やってたんだって、あの時この時何やってたんだ、こうだったああだったなみたいなことがあるので、深掘りできるところ結構あるので、まあそこら辺もいいかなと。3の完全オープンワールド頼むわということで、これ来たらすごいよね、これは無理だろう、これできたらすごいんだけどね。3ってどうでしたっけ、最初ロマリアとか、ロマリアだったらね、ごめんね間違えたら、一体船取ってからが好きなとこ行けるのか、穴がちじゃないわ、結構行けるようになるんだよね。で下の世界行っても、あーそうか、3も、まあ、できるっちゃできんのか、一応オープンワールドのアクションゲームにしろ、一人だからできるやんということで、これがねできたらまあバカ売れ間違いないと、できるわけないじゃんって皆さん思ったと思うんですが、今回のねペルソナ3のリロードがえげつなくて本当にすごくて、これを見てね、いやスクエに行けるよと、ペルソナ3リロードだってトリプル A タイトルとまで行くのかちょっと分かんないんだけど、ペルソナ5並みのグラフィック、戦闘シーンやばいんですよ本当。なのでスクエニーでね、フォープスポークンだっけ、130億作って100億赤字らしいんですよね、去年出たゲームなんだけどね、あれだったらねえ、ドラケイ11のグラフィックでちょっとリメイク頼むよ、スゲイさん絶対買うから、俺も動画でもうね神ゲーだって100本ぐらいあげるから頼むよと思うんだけど、で個人的にちょっとね僕の意見ちょっと言っていっていいですか、個人的にはドラケ3、ドラケ6、ドラケ8かなと思います。はい、でドラケ3を選んだのはやっぱりまあイメージしやすいというか、11のあの最後のニュニュニュっていうのでイメージしやすかったっていうのでとっつきやすいというか、まあ人気作なので、ただこれ HD3D が出るのであれなんですが、まあドラケ3のあの世界をドラケ11の世界で回れたら、下の世界行ったり上に行きたいですよね。ラーミアが飛ぶシーンがレティスみたいな感じになったりするのか考えると、物語的にはね、まあいいかな。ただこのネトロハの見る限り4がちょっと一番向いてんのかなと思ったけど、どうでしょうか。で6だね、6のシンプルにあのグラフィックで下の世界に降りていく瞬間あるじゃないですか、であれをねちょっとね、あのシーンちょっとね完全 3D で見たいなというのがあります。でですね、ドラケ8なんだけど、8に関したら難しくないのかなと思うんですが、どうですか。一番11以外の作品で 3D で言うと8でしょ。で、あれをもともと綺麗にしたのが11みたいなもんじゃないですか。なので8もいいと思うんだよね。で、6と8は未だにスイッチもできないんですよ。できないので、まあ、完全リメイクとして8を出してもらって、ドラケイ11のあの感じでゼシカのね、パフパフとか見たいじゃないですか。いや、売れるだろう。売れるな、どうなんだろう、フォースポークンぐらい130億ぐらいかかるのかな、ちょっとわかんないんですが、ちょっとねやりたくなったというお話なんですよ。皆さんどうですか。僕の意見的にはやっぱ3-1-1のアクションも面白いかな、ちょっとわからないんですが、皆さんね感想ぜひ教えてください。はい、こういうことね言ってる時はめちゃめちゃ楽しいと思いますし、こんな感じでですね、今年もですね、これからも先もねドラケのことああだこと言っていきたいなと思いますんで、ぜひともですね皆さんコメント高評価しておいてくださいということで、今回はこの辺で終わりたいなと思います。皆さんねコメントでいろいろですね感想を教えてくださいということで、今回はこの辺で終わります。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。